シュッシュッ、カーテンがどん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 、開いていくの分かりますかね。今午後4時なんですけど、さすがにもう光線はですねだいぶ弱くなったというか、チーン、こちらですね、はい、7時間ですね出したけど、まあこの程度ですね。やっぱ10時間以上出さないと、まあ思ったような状況にはならないんですが、とりあえず水をですね止めとかないと明日ハウスに入れなくなってしまうん で、あとはこちらですね、今日定食したきゅうりくんですけど、この手前を見てもですね、まあ、午前中のしおれからすればですね、全然今は全くしおれてないですね、はい、今しおれてるやつは問題のないってやつですね、はい、多分パーッと見ていってもちょっとアップしますね、はい、特には問題ないのかな。あ、こっちもですね280本、はい、でですねちょっとぼーっと今さっき考えて、なんか抜けてるなと思ってたんですよ、今回の抑制開始にあたって。それはですね防虫板なんですよね。防虫板つけてないんですよ僕、はい、普通はですね苗が届く前にですね、あの黄色い四角いやつですよ、あの虫がペタペタくっつくやつ、あれをですねつけるの忘れてですね、まあ明日午後ですねか明後日か、まあ早いうちにですねつけたいと思います、はい。ということで、今日もですね皆さんお疲れ様でした。まだ仕事してますよね、はい。ただですねもうこういう状況なんで、ちょっと今日はハウスに中に入りません、中に、はい、入りませんので、粉ジラミが1匹いたのが気になりますが、また明日ということになります、はい。お疲れ様でした、帰り事故等気をつけてくださいね、はい。ということで最初はピーヨピーヨじゃんけんグー、じゃまた。いやー本当にここ、あ、カーテン全部開きましたよ、はい、こんな感じになりますね、はい。これですね、この呼び苗もですね一応6本、8本あったんですけど、2本は計算に入れてたんで植えましたけど、これもまあ全部苗が届いてからですねどっかですね、あの空いてるところに埋めちゃおうと思ってます、はい、無駄なく使いますね。あとはですねこのやっぱすごい乾いてますよね。で明日の夕方の苗が届くんで、その後ですねびっしり濡らしたいと思いますね、はい。まあ焦ってやる必要もないのかなというところです。まあこの間ここで猫伏線虫が増えることもないので、作物がないので、はい、ってことですね、はい。あとはですね